こんにちは、渡辺です。今日はですね、ダイソーさんの編み込みメーカー、これを使ってヘアアレンジをやっていきたいと思います。三つ編みはできるけど、自分で。でも編み込みってできる方って結構少ない方と思うので、実際このダイソーさんのこの編み込みメーカー、これを使ってしっかり綺麗になるかっていうのを今日は検証していきたいと思います。じゃあ始める前のポイントとしてね、髪の毛のベースでまずはブラシだったりとかでちょっと溶かしておきます。ワックスをちょっと取って、編み込みするとこら辺にしっかりとつけて、髪の毛をねまとまりがいいような状態にしておきます。これね、パッケージの裏にもね、同じように書いているので、やる際にはそっちを見ながらでもやってみてください。じゃあちょっと今回は後ろでやっていきたいと思います。だいたいね、耳後ろぐらいで分け取って、この毛束を編み込んでいきます。書いてたやり方は、まずね、この表面の部分を取り分けて、厚さ3センチぐらいの束で取ってます。で、これをまず3等分に分けます。こんな感じでだいたい均等に分けた状態で、これをひっくり返します。で、ここに編み込みメーカーをセッティングで、この3つに分けた毛束を挟んでいくんですけど、この編み込みメーカーを持ちながらやらないとこれストンと落ちていってしまうので、片手で持ちながらこの3つの毛束を編み込みメーカーの中に入れ込んでいきます。ちょっとここが難しいので注意しながらやってください。この一番左の毛束をここの中に入れていきます。こんな感じで、で、真ん中の毛束はこのスポンジ真ん中にあるんで、真ん中にスポンと入れて、で、まあ2つぐらい入れたら止まりますね、ここでね。で、最後、右側の毛束を取り分けて、ここに入れていきます。こんな感じ。まず、右側の髪の毛を真ん中に移動させます。外して、真ん中に持ってくると。で、このね、真ん中の毛束がある状態だとこう重なってしまうので、重ねる前に真ん中の毛束をスポンと抜いて右側に移動させておきます。まず真ん中にこう入れて、右側の毛束をこっちに入れると。で、次に左側の髪の毛を外して、真ん中の毛束に来てる毛束を外して、左側に持ってきて、こっちを真ん中に持ってくると。これで1回の三つ編みは完成です。次にこの右側の髪の毛の下の髪の毛をすくってきて、だいたい同じ幅3センチぐらいでいいかなと思うので、取ってきて右側の中に入れ込んじゃいます。これ多分取りすぎたら下が邪魔になるかなと思うので、こうやった時にここがぐちゃぐちゃってならないように取ってくる方がいいかなと思います。で、取ってきた髪の毛を真ん中のこの毛束ですねと入れ替えます。と、これを持ってきて真ん中を右側に持ってくると。次ね、反対側、こっち側の髪の毛の下を取り分けて、まあ大体3センチ束ぐらいですね、取ってきて一回ここに入れます。入れなくてもいいかなって思うんですけど、まあ、こっちに入れて、で、この真ん中の毛束と入れ替えます。また取って、真ん中の毛束をこっちからこっちに入れて、で、ここに入れ込みます。で、次にね、これをねちょっと下に若干だけずらして、で、同じように毛束を取って、もう慣れてきたら多分ここに入れなくても、持ちながら真ん中の方持ってきて、で、真ん中の毛束を右側に入れ込みます。で、こっちを真ん中に入れる。
ワンクッション挟まなくてもいけそうですね。反対側をまた同様に同じ毛束で取って、この毛束を持ちながら真ん中の毛束を一番反対左側に入れ込む。こっちの毛束を真ん中に持ってくると、なんか綺麗になってます。でまたこれをねずらして、で大体このパッケージにも書いてるんですけど、3回ぐらい、今3回編み込んだっていう感じなんですけど、まあ、ここで結べばハーフアップになります。でもねちょっと今回は下までやっていきたいと思います。ちょっとずらして、またねこっちの毛束を同じ大体束ぐらいで取って、この髪の毛を持ちながら下の髪の毛、あの真ん中の髪の毛を右側に入れ込みます。で真ん中に持ってくる。反対側も同様に持ちながら真ん中に持ってきて、真ん中に入ってる毛束を左側に入れ込むと。でここを真ん中に入れる。じゃあどんどん進めていきます。最後までやっていきました。で毛束をまとめて、ここちょっと難しそうですね。この編み込みメーカーを少しずらしながら下でキュッと、あ、綺麗にまとまった。でゴムで結んでいきます。で最後にねちょっとバランスを整えたりとかして、結構綺麗じゃないですかね。こんな感じで完成です。はい、ということで、こんな感じでね、実際やってみたんですけど、やってみて思ったのが、僕の中ですけど自分でやるものではないのかなって思います。どちらかといったらこうママさんがお子さんに編み込みをやってあげるとか、そんな感じではむちゃくちゃ使いやすいかなと思うんですけど、自分でやるってなるとこれが固定されないんで少しずれていくからやりづらいかなっていうのが、印象的にありました。使ってて難しかった点はやっぱりね、このやり方、手順をまず覚えないといけないっていうのがあります。徐々にねこう一つずつ編んでいった時に、これを少しずつずらしていかないと形がねもっこりしてしまうっていうのがあります。髪の毛のねボリューム感が欲しい方に関しては結構ふわっとなりやすいのかなって個人的な印象ではありました。形は結構綺麗になるかなと思いますので、まあご自身でやるっていうよりも、誰かにやってあげる、お子さんにやってあげるみたいな感じでね、使っていってもらえたらいいかなと個人的には思いましたので、よかったら参考になさってみてください。今日もね動画を最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。